はい、いつも YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます。先週からねちょっと整えようでね、前回がゆるっとコンディショニングだったと思うんですけど、まあ全体コンディショニングするのところでもそうなんですけど、まあ自分のですね体いろんなとこちょっとつまんでみてですね、ちょっと皮膚のところと筋肉のところの隙間をね作っていったりとか、ちょっと硬くなってるところをねほぐしていったりっていうところをねやってみたいと思います。今週今日は足です。だから靴下脱いでみましたというところですね。足をつまんでみようのところからです。まずは親指のところからですね。自分の足ってちゃんと足の裏とかちゃんと見てます？最近ね、ちょっと見てみてくださいよ。なんかこう硬くてなかなか自分の足の裏見れないとかっていう人もいるかもしれないですけど、まずは見てみてください。そして、右手で親指をつまむね、横からここの骨のところのね一番出っ張ったところ両方つまんでこうグリグリしちゃうつまんでくださいね。そして、親指と人差し指の間ちょっと広げます。はい、ここ人差し指と親指を一緒に持って、中指のところに広げます。ちょっと指全体を広げていきます。はい、つまみながらね、小指もつまんで広げます。そしたらここ指のこの付け根のところの皮膚、ここちょっとつまんでいきます。キュッ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 。硬くなってないですか？ね。足の裏も。で、外側のここね、このつまんでいきます。つまみも、つまめる？皮膚が硬くなってない？こう。全部こうつまめます？足の裏全体つまめるところをちょっとつまんでいきましょうね。かかともつまみます。つまんでつまんでつまむね。ここのかかとのこの、端っこのところもしっかりこのアキレス腱のこの付け根のところもこうつまみます。つまんでつまんで皮膚をこう引っ張っていく感じ。つまむ。この皮膚とこの舌をこう剥がしていくような感じで、つまんでいきます。つまむ。キュッキュッ。自分でつまんでますから痛くない程度でいいですよ。ね、この上の皮膚もね、こう引っ張ったらつまめますから、つまんでください。つまんで、つまんで、つまんでみます。ここ上のところも少しこう足首持ち上げてくれるとこの辺もつまめますから、こうちょっとつまんでみます。つまんできます。足首のところのね、靴下の跡がつきそうなところまで全部つまみます。反対側もね、指親指のところをつまんで広げるところからね、人差し指もこう大体広げて広げて広げてね。そしてこの付け根のところね、付け根のところをつまんで引っ張って、そうつまんでつまんで、外側もつまんで、かかともつまんで、アキレス腱のところもしっかりつまんで、この辺がちょっと痛くなるところですよね。腱がね、くっついてるところですから。ね、皮膚のところもしっかりつまんでいきます。この土踏まずのここもしっかりとつまんで、ね、柔らかいですか？カチカチになってね、土踏まずのところが動かない状態だとクッションが効きにくいですからね。はい、外側も、ね、皮膚のところもつまんでいきます、ね、足首、ね、むくみやすいところですよ。
これもしっかりと皮膚をちゃんとつまんで、ね、自分でつまむので痛くない程度、ね、ちょっとつまんで、この辺のね、刺激を入れていく感じです。足首とか、そう、つまめるとか、しっかりつまんでいきましょう。つまむ。足全体をつまんでみた感じ、いかがでしたでしょうか。ね、足の血行が少し良くなるかもしれません。はい、今日もお疲れ様でした。はい、今週は、つまむでやってますけれども、YouTube 見ていただいてありがとうございます。つまむです、つまむって言ってもう膝まで出してますから、どこをつまむかっていうのが分かりますでしょうか。硬いです。昨日は足先行きました。今日はですね、足首から膝までの間の硬いを、つまんでいきたいと思います。もうこの横のところからですね、じわじわとこうちょっとつまんでみてくださいよ。皮膚とね、この下のね、骨、それから筋肉、この隙間のところをこうつまむとですね、まあセルライトってやつがですね、ちょっとこう出てきたりするんですけどね、硬くなってるとね、つまめないんですよ。ほんで痛いの、これが。つまむとね、まずはしっかりとこうちょっと縦にこうちょっとつまんできています。この辺なんかも、私なんかセルライトあって、この辺すごく熱くなっちゃう、こういたたたたいたたたたな感じですね。もうここつまめない。熱くなっちゃっててね、こんなセルライト、はい、ありがとうございます。痛いです。ここね、骨のね、ここに骨があるんですけど、この骨の横のところです。こうつまんでつまんで、でこっち側の骨のね、横、ここもつまみます。つまみます。上からでも下からでもいいです。ちょっとつまんで寄せてね、あね、上手にこうつまめと剥がれてくるんですけどね、皮膚とこう剥がれてくるんですけど、もうあの筋肉とくっついて剥がれないようなところもあるのでね、注意してください。横のね、この辺も全部つまんできます。つまみます。つまんで、まあ、自分でやってますから、あの加減は自分でしてください。後ろの方も全部つまんできます。つまんでね、反対側もここもね、後ろの方に近いところですね、つまんでください。つまんで、はい、つまんで、はい、膝の下の方までね、この辺もちょっとつまんで、つまむ、はい、ちょっとつまんだら下からちょっと流していきましょうか。流してね、つまんだ方とつまんでない方の色の違い分かります？色の違いですね。はい、じゃあ今度反対側もつまんでいきましょう。はい、つまんで、あー、こっちも硬い。はい、しっかりつまんでいきますよ。はい、自分で加減、つまみ加減は自分でね、考えてくださいね。つまんで、はい、反対側のね、この骨の外側のところもね、はい、つまんでいきますよ。はい、下からでも上からでも、つまみやすいところからちょっとつまんでね、つまんだところからこうちょっとずつこう広げていくような感じでつまんでいってくださいね。はい、こうね、取れてくるといいな。よいしょ。ね、内側もこの辺がまた硬いんだよ。ね。よいしょ。キュッとこう、キュッとつまんで、キュッと持ってきて、うんとこう、セルライト、この硬いところがどうしても。ありますね。はい、下の方も後ろの方もしっかりとつまんで、あの自分の加減でね、明日あの青あざがいっぱいできたって言われても、あの
そこに関しては何とも私保証できませんので自分の加減でお願いいたしますね。しっかりつまんでいただいて、はい、流して流して、あ、同じ色になりました ね、 ね、結構のこの、ね、ところが良くなってきました。はい、ということで鹿島でつまんでというところでした。お疲れ様でした。明日は太もも行きたいと思いますが、太ももは出しませんはい、お疲れ様でした。いつも YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます。今週はつまんでいこうを行っています。今日は、太ももをお肉を、つまんでいきたいというふうに思います。皮膚のところからね、順繰りとつまんでいきたいと思います。もうこのね、内もも痛いのよ、ここつまむの。ここね、まずは皮膚と筋肉の境目のところですね。軽くこう膝を曲げたり伸ばしたりしながら、どこか緩んできたところからこうつまんでいきます。これちょっと痛いんです。もう自分の肉なのに痛いね。もうつまんだことないですよね、あんまり内ももの肉とか。少しずつこうちょっとずつつまみながらこう緩めていきましょう、自分でね。ちょっとタルタルしているこうお肉を掴んでつまんで揺らす。つまんで、握ってもいい。つまんで。つまめる範囲でね。こう硬くなってるとつまめないですから、しっかりとこう、つまんで。つまめるところをつまんで、ちょっとずつこう、つまめるところを増やしていく感じ。つまんでください。外側も、つまんでいきます。つまんで。この辺硬くなりやすいのよね。この辺。ちょっと膝曲げてね、こう、ちょっとこう。つまんで、股関節キュッと曲げて、そうそう、外緩むから。で、つまんで、つまめるところができたらちょっと揺らして、つまんで。ほら、前の方もつまめるようになってくるから。はい、しっかりつまんで。はい、つまんで、つまんだら、内側のね、このリンパのある方にこう、ちょっと流していく感じです。後ろの方もつまんでね。はい、反対側も、もうこの内ももほんと痛いのよ。はい、しっかりつまんでください。つまんで。はい、しっかりつまんでください。ね、この内側から。しっかりとね、つまめるところをつまんでいく。人にやられると痛いから、自分のは自分で、人のはやらないようにね、膝を少し緩めてあげるとね、この上の方もつまめるようになりますから、伸ばしてね、そうするとここが緩むので、つまんで、ね、つまんで、引っ張り出して、つまんで、つまんで、しっかりとつまんでください。はい、後ろの方もね、少し曲げて、はい、そうそう、ここね、つまめるようになるからね、緩んでつまめます。もうつまんでね、ちょっとでも引っかかればそこでつまんで、少し揺らして、つまんで。ね、はい、でつまめたら内側にね、内側の鼠径部流し込んだ感じ。はい、太ももちょっと痛かったですかね、どうですかね。はい、お疲れ様でした。
はい、いつも YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます。今週はつまむをやってます。明日からね、今太ももまで来ました。ここまで来ると次はどこかっていうと、腹回りになります。つまめるとこいっぱいある。つまめればいいね。つかむところいっぱいあるから困るんでね。つまむんです。つかむんじゃないです。つまみます。皮膚を、この皮膚のね、この、皮膚と筋肉のこの隙間をこう、皮膚をつまんでくる。です。もちろん、皮下脂肪っていうのも一緒につままれることになるんですけど、こういう感じでつまんでいきます。だからお腹もですね、お肉いっぱいあってですね、パンパンになってると、つまめない状態になります。できれば、緩めていってつまんでください。いいですか？この鼠径部のこの辺から、つまみます。つまみます。つまみます。つまんでください。つまんだら揺らす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 。脇、ここ、ウエスト、多分この辺にあったはずのウエスト。ね、ここのウエストのある余分な肉もつまみます。つまんで引っ張り出して揺らします。つまんで引っ張り出して揺らします。引っ張り出して揺らします。はい、そこからゆっくり横にもまだあるよね。この辺なんか硬くなるとつまめなくなってる硬いところがあるんじゃないかなと思いますけど。肋骨の下あたりね、この辺がちょっと硬くなってつかめないところが出てきやすいです。しっかりとつまんでください。つまめるようにちょっとこうちっちゃくつまみながらこう緩めていきます。ちょっとちっちゃくつまむ。ちょっとちっちゃくつまむ。ちょっとちっちゃくつまむ。この辺の硬いところね。で、横のね、この辺はね、つかみやすいところ。ね、横はね、この辺はつかみやすいところなんです。つかみやすいところはしっかりね、こっち側の脇腹の肉もつかむ。つかむ。ね、つかむっていうか、つまむ。つまんで、つまんで、つまんでです。はい。握りしめるじゃないでしょう。ここはつかむ。ちゃんとつまんでください。肋骨の上、肋骨の上もしっかりつかんで、つまんで、引っ張って、つまんで引っ張って、肋骨の上、この肋骨の上のところですね、もうこの、特に女子の場合、ブラの下のラインですけど、この辺の真ん中あたりとかね、硬くなってると、この辺が硬くなるとね、乳が垂れます。引っ張られて。だからここを少し柔らかくして、男の人もね、男性も女性もそうなんですけど、引っ張られてお腹の下にこう垂れていくんですよ。だから、本当は乳頭の高さってね、第4肋骨と第5肋骨の間の上にないといけないんですよ。みんな下に下がってる。第6ぐらいに下がってる。ね、男の人もそうよ。だからこれから、プールに行ったり、海に行ったり、男の人は上は裸になるわけですから、下がらないようにちょっとキュッと持ち上げられるようにするためにも、しっかりと、ここ、硬いところをね、つまんで、柔らかくして。そして引き上げといてください。引き上げといてください。ね。特にこの脇のこの辺の肋骨の上の肋骨の間、肋間筋のところの隙間のところはしっかりと掴んで、こう揺らして、掴んで揺らして、ね、ちゃんとつまんでね、掴むっていうのは全体で掴むじゃない、指先でね、つまんでね、揺らして、つまんで揺らして、ですると、息がしやすくなるんですね。この辺の動きが楽になるので。ね。で、女子はここで緩んだこのお肉は全部、ブラの中に入れてね、胸の中に入れて押し込んで、あんたは胸の肉だったはずっていうのを思い出させてあげてください。しっかりと入れ込んであげていただきたいと思います。この真ん中のところね、特に硬いですから、縦につまめる。ね、つまんで、ちょっとずつつまんで、緩めてきたら、これをもう上に持ち上げていく。ね。そこの辺がね、少しすっきりすると思います。お疲れ様でした。
はい、いつも YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます。今週はつまむをやっています。本当は顔とかね、いろんなところもまた別につまんでいきたいんですけど、今日は背中つまんでいきたいと思います。昨日はね、脇腹から前行ってみましたけど、今日は背中です。この後ろちょっと寄せると、ほら、つかめるね、つかめるんですけど、ここつまむのところからいきます。つまみます。手の届く範囲、ちゃんとつまんでください。縦でも横でも、つまむ、つまんで揺らす、つまむ、つまんで揺らす、ね、肋骨の下、ここ、つまむ、ね、よく揺らす、つまんで揺らす、つまんで揺らす、つまんでください。もう両手でつまんで、こう、こすってもいい。左右にこう揺らしてもいいです。はい、いける範囲でつまんで揺らします。背中ね。そしてこの肩甲骨のこの下のところ、ここもね、ほら、こんなにつかめちゃう。このようにつかめちゃうんですよ。この肩甲骨周りですね。この脇のこの辺もそうです。ここもつかめちゃう。で、ここもつまんで。つまんでしっかり揺らしてください。ここもつまんでしっかり揺らしていきましょう、ね、寄せて、ね、寄せるとほら、この背骨周りのこのお肉、ここもちゃんとつかめちゃいます。ほら、つかめちゃう、ね、ここもつかめちゃいます、ね、つかめるお肉はしっかり、ちっちゃくても太くても私はちょっと厚めにつかめてますけど、もうね、去年から10キロ痩せようって思ったのに、毎日こんなに体操してるのに、そんなに体重は変わらないです。体脂肪率はね、変わるんですけどね、もう60近くなってくると体重はあまり変わらない感じがします。で、今度ここ、背中、ここです。背骨の首の付け根のこのあたり、ここもつかみます。掴みます。掴んでください。で、肩こりする人なんかこの辺の肩の上ね、パンパンになってるって人いるんですけど、この肩の上のこの皮膚も掴んでみてください。はい、この肩甲骨の上、この辺とか掴める、掴んでちょっとずつ掴んでくれればいいですよね。痛くないっていういいです。まずはね、掴むつまんで、ちゃんと引っ張ってこれる。ね、でこの肩甲骨のこの真ん中あたりのお肉、この辺ね、肉が寄ってるところがあるんで、この辺もちゃんとつまんで掴めたらつまめます。掴んだところで、この先をちょっと、先からちょっとつまんでいって、緩めていく感じですね。もう、熱い塊がまずつかめたところを緩めていって、最終的につまめればいいです。ね。つかめるんだけど、つまめないってところは、その周りの、脂肪のところが硬くなっているので、つまめないっていう状態なので、まずは掴んでちょっと緩めてから、つまんでいってもいいのかなと思います。はい。背中周りとかね、つまむと血行が良くなるかなというふうに思います。まずは自分のペースでいいですから、ちょっとずつつまんでみてください。お疲れ様でした。